東京都、千葉県、茨城県で初の熱中症警戒アラートが発表されました。明日7日金曜日は今日以上の暑さとなり、午後の関東甲信地方は熱中症のリスクが非常に高まる予想となっています。明日7日金曜日の関東甲信はここ数日以上に厳しい暑さとなる見込みです。内陸部を中心に猛暑日となり、気温や湿度、輻射熱などから求められる暑さ指数 WBGT が33度以上となるところがあるため、気象庁と環境省は共同で東京都、千葉県、茨城県に熱中症警戒アラートを発表しました。7月1日に試行運用が開始されてから初めての発表となります。明日は一層危険な暑さとなります。熱中症に警戒してください。